それとも。やっぱり大元で言うとってねっちゅうことかな。うん、そうなんだ。全く第一も第二もで。こっちも何も立たないってこと。そんなことはないと思うけど、うん、このホースがパンクしたんだな結局。おそらくパイロットフィルター、なんでここがパンクしたのって。140、それはギアポンプ、ギアポンプだから。テスター持ってくればよかったな、やっぱり。パイロットフィルター、うんうん、セーフティーのそれのだったらどこなんでしょうね。こいつかな、こっちか。でっかいからアイセンズクレーだから取ってって言ったんだけどね。これここ系統の異常じゃないかな。これかな全く全部動かないからレバー、レバーで。青と青黒、黄色黒、黄色黒。これがブラックの制御度は。違うか。うん、こないとして、ただこっちにも来てない、来てないのだから。ああ、でも来てなくたっていいんだ結局。コンバルガラ、コンバルガラ分岐させれるんだな。これ何の電磁ボルトだ。こっち新しいんですよ。綺麗ですよ。綺麗ですね。なんか書いてんだ。あー、これもグラップルから来てる。なんで比例制御が、いや違うな。でもこれ肌開きだからオンオフだけか。うん、オンオフだけ。これガチ根元作業機外したところでトラック乗らないですからね。トレーラー頼まないと。ほぼ真横向いてるもんな。うん、じゃなかったら会いたいな。
ユニックで腕つってて畳んで旋回だけ引っこ抜いて回してしまうが、でもなぁ